はい、店長武蔵とその仲間たちがバイク店をさせていただいております。皆さんこんにちは。前回ですね、前回というかちょっと前に、キムコのターセリー S125 こちらのね中古を、販売させていただいたんですけども、発売されたのが、2018年の10月ぐらいなんですよね。はい、でまだ新しい、10月最初としても10、11、12、14ヶ月ぐらいですね、経っていないっていうね車両だったわけですけど、で保証書がねありましたんで、でただうちはキムコの正規販売店ではその時はなかったんで、ちょっとね保証はちょっとねない状態ですっていうことでお売りしたんですけど、その後ですねキムコの正規販売店にちょっとなりまして、ちょっとお待ちください。はい、ベテルモーターサイクルです。はい、お世話になります。いえいえ、どんな販売ですか？スクリーンですかね、なんかね。とりあえず下は下だけ左右だったら止まります。曲げる、でも下だけだったらそんなに違和感はなくはまるんですけど、ただ上はもう両方とも外側に、なんていうんですか、穴の位置がステイの方が外側ですね。スクリーンはだいぶ内側になっちゃってますね。明らかにもうつかない。2箇所止めると、うん、残りの2箇所が厳しい感じです。今んとこないです。うちの、この間買ったばっかの新車なんで、はい。はい。ああ、はいはい。スクリーンですか？ええー。はい。わかりました。はい。あ、いえいえ。で、もしスクリーンの穴の位置が一緒だったら、ステイがダメってことですかね。そうですね、はい。はい。なんかこう曲がってるとかね、結構硬いものなんでね。まあ、どっち、まあ、なんとも言えないんですけどね、はい。でも、明らかに。ええ。じゃあ、とりあえず、見て、送っていただいたやつをちょっと確認して、それで、まあ、問題なければ、それで。で、もしそれで、ちょっと、あれ、スクリーンは大丈夫だねっていうことになると、同じ、まあ、大丈夫っていうか、同じ？ついてたものと同じっていうことだと、じゃあステイなのかなっていうことになっちゃいますかね。はい。ああ。ええ。そうですよね。そうですね。そしたらもう少しなんかこうね、カウル類もなんかちょっとね。おかしいかなって感じしますからね。はい。とりあえず、確認します。はい。とんでもないです。じゃあ、もし、ちょっと、ま、それが合ってなければ、またちょっとご連絡させていただきますんで。すいませんが、とんでもございません。よろしくお願いします。はい、失礼します。すいません。ちょっと、キムコさん。はい。ちょっとね。まあ、いろいろありますよね。はい。で、そう、キムコの正規販売店に、ちょっとね、契約させていただいたんで、ちょっと販売した後だったんですけど、で、保証書自体はね、ちょっとあったんですよ。実は。ただ、うちではほら、書けないじゃないですか。で、未記入、ただ未記入だったんですね。で、一応営業と話をして、大丈夫です、登録できますよっていう話になったんで、で、お客様にね、なんか、登録できますよ。で、保証継承できますよっていう話をして、ね。したら、あ、本当ですかって、やっぱりね、嬉しいですよね。
残りだってまだ2年半以上ありますからね、保証がね。うん。だから、一応ね、それで。で、とりあえずちょっとその記入してね、登録して、で、ちょっと、っていう感じでございます。はい。いやーね、そのためにわざわざなったかのような感じもしないでもないですけど、ね、あとこの後全然売れなければ、新車が売れなければね、私はもうただの大変なことになると。いやーって感じになるのかなっていう、ちょっとそれも怖いですけどね。でもなかなかね、そうそうね、売れるもんでもないのかなっていう感じもしますしね。これがやっぱりね、ホンダさん、スズキさん、ヤマハさんのスクーターだとね、何もしなくても売れていくみたいな感じがあるらしいので、やっぱりね、販売店。そこがやっぱりブランド。ホンダ。ホンダですよね。はい。まあ余計なことでございました。私はキムコで。キムコ。私台湾好きなんで。はい。キムコでやらせていただいております。はい。ですね。そんなところで、キムコのスクーター、はっきりいいですから、ぜひね、販売店に行って見ていただくとかね。もう試乗できるところだったら試乗していただく。ね。ホームページとか見ていただいて、ね、いろいろちょっと見ていただける。で、実はね、本国とかには いろんなのあるんですよ。もし、いい車両いっぱいあるんですよ。で、それもね、それが日本で乗れる乗れないっていうのは、やっぱりね、日本で売れるか売れないかでかかっちゃうじゃないですか。だからね、いいスクーターいっぱいあるんですけど、やっぱりなかなか入れづらいですよね。やっぱり、売れる売れないっていうところなんで、ね。です。皆さんの、にかかってます。はい。ということでですね、保証継承させていただきましたんで、安心してって言うんですけどね、壊れても、とりあえずね、ちゃんと整備してあれば、定期点検受けないとかね、オイル交換しないで乗ってたとかなんていうと、まずいですけど、ちゃんとね、決められたようにやって、乗ってて壊れた分にはね、修理。OK という。ね。無償修理。3年間ですからね。いいですね。残り2年半以上ありますからね。はい。安心してお願いいただきます。ありがとうございました。失礼いたします。